俺の、ね、試合ももちろん注目してほしいんですけど、今回一緒に出場する選手の中でぜひ皆さんにね注目してほしい選手がいて、おその選手をちょっと今日紹介したいなと思いまして。なるほど。でいつも、ね、一緒にあの練習してる仲間なんですけど、マジで強くて、で、まあ、花もあるんで、多分次期ライジンのスター候補選手だと思うんで、はいはいはい、ちょっと多分格闘技好きなコアなファンはみんな知ってると思うんですけど、まあ、そうじゃない人にもちょっと知ってもらおうかなということで今日は紹介させてください。じゃあいいですか、こちらに来ましたよ。こんにちは、堀江義則と申します。はい、お願いします。堀江くんですね。お願いします。お願いします。 YouTube カイチャンネル初登場ということで、いや、どう、まさかこう誘ってもらってちょっと嬉しいです。めちゃめちゃ硬いやん。めっちゃ緊張してます。 YouTube でもやってるでしょ、堀江くんも。一応そうですね、ほんと 3,4 個ぐらいしか上げてないんですけど、うんうん、一応やってるんです。なんか見てるの、あの家でなんかめっちゃ汚い家に住んでる。そうだね、ボロアパートに住んでる。ボロアパートに住んでる。あれめっちゃ良かったと思ったんだけど。あ、本当ですか。うん、そうかそうか。じゃあ今後 YouTube もやっていくということでね。そうですね。で今日今回コラボということでね。はい。今回こっちのチャンネルではちょっと堀江君とトークしながら、まあ、後で、ね、スパーリングをやるんですけど、でその後にうちでちょっと肉食いながら、はい、あのトークするみたいなね、はい、企画をねやりたいと思います。堀江くん、今回あのライジンで佐々木優香選手と戦うんですよ。あの俺が戦ったことのある佐々木優香選手と今回戦うんで、注目カードということで、どうですか優香選手の印象は。わー、まあ、強いんですけど、かなり自信はありますね。自信あるでしょ。はい、あの自信満々です。得意なタイプでしょ、結構。そうですね、あのテイクダウンは絶対取られないと思うんで、うん、打撃はもう圧倒できるんじゃないかなって自信があるんで、はい、これマジ注目カードなんですけど、でもね、ウルカ選手ね、頭いいんですよ、めちゃめちゃ。あ、頭いいし、戦略家だから絶対油断しない方がいいし、はい、で寝技うまいじゃん、絶対、はい、だから、まあ、多分寝技に持ち込んでくるのか、多分いろんな作戦を考えてくるんで、はい、一緒のね、練習仲間としてぜひ勝ってもらいたいんですけど、はい、でも堀江君ほとんど KO で勝ってるよね、試合。そう、10勝のうち、うん、5勝か、まあ、6勝ぐらいですね。あ、半分以上はやっぱ KO 勝ちみたいな。その勝ち方がね、めちゃめちゃ派手なんですよね、毎回。ね、パンチが得意でね。そうですね。もともと空手出身だっけ。空手です。あの伝統派空手、堀口恭司選手とかと同じ。あ、はい、そうなんだ。なんかスタイルがね、似てるんですよね。その出入りが速くて、飛び込みのタイプ、堀口選手と似たスタイルで、ね、パンチ台で倒すね。そうですね。そっか、伝統派がバックボーンになるんだ。そうです。もともと長崎出身なんだ。そうです、もう佐世保です。で、そこからいつ上京してきたの。まあ高校卒業してからですね。ここから格闘技をするために東京に出てきて。あ、高校卒業してもう格闘家になるぞって決めて。そうです。で、上京したのはアライアンスに。そうです。来たんだ。はい。で、もともとじゃあ、そっか、仕事をせずにって感じかも。就職は1回だけ最初ちょっとだけしたんですけど。あ、それじゃあ、はい、しました。高校卒業してすぐに就職して、はい、そうです。ただそれじゃちょっと時間がなかったんで、あのパチンコ屋のバイトに変えて、でバイトしながら、あのっこっち来てからそのアライアンスに通いながらパチンコ屋でバイトしたってこと。そうです、そうです。そうなの。結構アマチュアの時はずっとそれでやってました。早くめっちゃ汗かいてます。汗いね。ずいずい。最初パンクラスに入れ始めて、ネオブラトーナメントで優勝して、はい、ネオブラはもうプロなんだっけ。プロです。そっか、一応そこから優勝新人王みたいになって、はい、でそこからファンクラスで進めて、そこから UFC 行ったの。はい、 UFC ファイターなんですよ。すごい遅っ、あいつ。それでも寝てたから。寝てない、寝てない。UFC も経験してると。 UFC どうだったの。わー、ちょっとまだこう経験が浅い中でたところがあって、ちょっとあの雰囲気に飲まれて普段の自分の動きをちょっとできなかったんで。あ、そうだね。また再挑戦したいなって思ってますね。じゃあ堀江くんの目標としては、今ライジンで活躍してまた UFC に戻って活躍したいみたいな。そうです。一緒ですね。一緒です。目指してるところは一緒なんで。フェザー級だよね。フェザーです。そう、フェザーで、ライジンのフェザー級最近すごい層が集まってきてさ、もともとバンタム級がすごい盛り上がってきたけど、最近フェザーで強い選手が集まってきてさ、はい、強敵が多いわけです。そうですね。まずは多分直近のその古田選手に勝つことを考えてるけど、その今後のビジョンとしては。あ、そうですね、今回勝って、まあ、年末とかに試合、まあ、ステップアップできる相手とやりたいなと思ってますね。
トーナメントもやるかもしれないみたいな、ちょっとね、はい、あれもあるしね、はい、兄貴とも一緒の階級だしみたいな、そうですね、リキト君とも一緒だしみたいな、ちょっと複雑な、そうなんそれ、ね、一緒に練習してるしみたいな、はい、今、堀江君、どこで練習してるの？トライフォースとアライアンスと、とトライブと、あ、トライブに、はい、あとロータスにも練習してます。おー、めちゃめちゃ行ってるやん。一緒に練習してるプロ選手とかは、その堀江君の強さを本当に知ってるんだけど、まだこの大臣では1回か、今1回です。だけど、あれだね、その地上波では流れてない。流れてないですね。ね、なんで、あんまりこう、見てもらった試合ではなかったので。そうだね。はい。だから今後、多分注目されていく選手だと思うんで、まあ、そんな堀江君とね、ちょっと今日は、軽くスパーリングをお願いしようかなと思いまして。おー。はい。まあ、いつもやってるんだけどね、見たいと思う人もいると思うんで。うん。お互い試合前なんで、あんまり、その手の位置は明かせないと思うんですけど、まあ、軽いスパーリングをね、できたなと思います。やってみますか。よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃ硬くなっちゃいます。難しい。いやもう動画者数が半端ないんだよ。考えなくていいよ。目の前にいるのは斉藤君だけだよ。あ、わかりました。ちょっと考えすぎないようにします。堀江君マジでスピード速いから、フェザー級とは思えないですけど、なんかさ、アライアンスでさ、水曜日だと結構人が少なかったりするじゃん。はい。そういう時なんか、俺と兄貴と堀江君3人でさ、回してるの結構あったよね。ありましたね。あの時の方が逆に自分しんどかったです。いやいや、承認するかと。やばいですよ。3人でひたすら永遠とスパー回すみたいな。俺が一番地獄だよ。やば。耐久したで。あと、大井さんとかもあったよ。ありましたね。大井さんと俺と堀江君みたいな。はい。大井さんが一番きついみたいな。じゃあ行きますか。お願いします。じゃあ行きます。そうですね、マジで。カウンターがいいな、マジで。入りづらいね、めちゃくちゃ。
飛び込みも早いから、ずっと集中しないといけないから、疲れる、はい、マジ疲れる。自分も疲れそうです。堀口戦の時とかもすごい、ね、一緒にやりました、はい、すごい対策してるよね。そうですね。戦い方がステップ踏むとかで、堀口選手にちょっと似てるのか、ねえ、遠い距離から、はい、腰も強いですよ。さあ、楽しいですね、これは。